続いて環境党の政見放送です。お話は環境党婦人部長宮東久江さんです。環境党比例代表の宮東久江でございます。私は古典舞踊家でありますが、昭和46年室蘭の漁船員が旧ソ連に拿捕され、これを救出すべくその8月日ソ親善使節団の一員として日本舞踊団43名をもって組織し、ソ連訪問公演を試みたものであり、全員救出まで約1ヶ月ソ連各地に微小外交を展開した経験を有し、別な角度から活躍させていただきたく立候補したものでございます。今日やかましく言われている北方領土が我が国固有の領土であると確信させられるに至った陰に、最上徳内のいたことを忘れることはできません。このことは蝦夷草紙に書かれ、この事実を発見証明したのが西洋医学の紹介者である日本研究の名医として有名なシーボルトであったからであります。最上徳内という人は我が環境党伊藤党首と同郷の山形県人であることも、ただならざる因縁と思わせていただくことからでございます。さて本文に入らせていただきます。国際協力は結構なことですが、日本は今全世界から狙われています。目に見えぬ力で日本の政治家が外国に行くたびに絞り取られている姿に、国民として傍観していて良いものでしょうか。自発的国民の意思で世界に貢献すべきであって、一国権で国民の理解も得ないで政策すべきではありません。帰り見てベトナム戦争、湾岸戦争、これで世の中が良くなったのでしょうか。人類に何の利益となったでしょう。難民、飢餓、病むことのない国の紛争、その解決の鍵はどこにあるというのでしょうか。国際貢献と叫ぶ耳障り良い用語を持ち出して、その尻馬に乗せられるのは一体誰なのでしょうか。三流政治の代表、独特として国連中心主義を固遂し、ニコニコとしてテレビに放映される様はまさに漫画であります。景気対策には公共事業、その対策にも8兆円の声とある人は言います。愚策もいいところだと思います。皆さん、日本は高天原の大高地であることを忘れてはなりません。一坪何億円であろうと、それだけの値打ちのある土地なのであります。その値打ちを知っての上での値段なのです。その利益でどういう国際貢献ができるかが腕の見せ所なのです。景気対策とは土地利用に政府の貢献介入はやめるということであります。浜口内閣の時、井上大蔵大臣として金の解禁をさせ、金が海外に流出し国内に全部なくなったために起こった不景気、娘を売らなければ農業がやれないまでに追い込まれ、その活路を求めたのが旧満州国の建設でありましょう。その高価な犠牲は第二次世界大戦となったのであります。人類生存の環境破壊でもあります。パチンコ、ゴルフ、野球、相撲、競馬、競輪などいずれも結構なことです。しかし
その行き過ぎはどうなるか、子供にもわかるはずです。そのようなところに夢を託して、我誤てり、なんとか立ち上がらねばとする人々に救いの手をと待っているところは宗教団体であります。 PKO が承認されましたが、映画の外人舞台でのマレーネで取引ではないですが、酒場での女が兵士を追いかけて砂漠に消えていくように、軍隊には女はつきもの、兵隊に振り回される女性らの運命は今も昔も変わりありません。昨年8月9日、中国残留婦人の帰国問題について、日本弁護士連合会は時の海部総理に対して日中間の政府交渉を要請しましたが、中国側の調査資料によれば、中国特に旧満州には戦前の満州開拓に参加して未だに日本に帰国できない日本婦人が数千人も残留していると言われています。政府の態度は、彼女らは自発的に旧満州に渡り、しばらくは国策に協力したものの、条約無視の旧ソ連の参戦によって日本軍が降伏したため、安全保障体制が崩れ、正規な帰国を待てずに逃亡中に身内を助けるべく旧非支配民族に身を売ったのだから、肉親間の問題として対処すべきだというのですが、それで日本女性の人権が保障されるものでありましょうか。今彼女らが異教の地にあって、たとえわずかでも月額1万円の年金が支給されれば、異民族の血が混じった子や孫に囲まれながらも、日本政府が数十年ぶりに彼女らを日本人と認知したこととなり、日本人たることを誇りに思って余生を送り得るものとなりましょう。政治に国民に対する愛情をなくして、誰が海外派遣に応ずるものでしょうか。私たち環境党は、日本に留学中の中国人に対して、大黄河清流回復緑化基金の設立を都に提唱し、本計画に賛同する学生に対し援助の手を差し伸べているのですが、彼らが逐次帰国した場合、残留日本人女性と温かい交流が結ばれることを期待するとともに、もしも肉親の縁の薄い婦人らがいるならば、中国と日本に養護ホームを建設し、ターミナルケアが施されることを予算化いたします。先頃ブラジルで世界初の環境サミットが開催されましたが、戦争こそ世界最高の環境破壊であることが忘れられております。私たちが生活する地球はオゾン層というひ弱なもので包まれております。人間が化学工場で殺戮兵器や石油製品を製造し使用し、汚染された空気は自然に浄化されると考えるのは間違いであります。警告としてのみ作るのを許された原子爆弾を2度も日本の国土に開放したため、地球の生態系は狂い始めました。広島で原爆により一旦枯れた木が再生したと樹木の生命力の強さが宣伝されたことがあります。異常発生した虫に葉を全部食べられても、再生したのとは訳が違っております。地球創生期には存在した有害な化学物質をなぜ人間は再び掘り起こすのでしょうか。これは人間のおごり以外の
何者でもありません。私たち環境党は科学技術の無限の進歩を否定するものではありませんが、その利用については地球の生態系の形容する範囲にとどめることを提唱してやみません。自動車が密集する幹線道路に居住する住民が長時間をかけて排気ガスによる灰を侵されれば、蓄積した化学物質を体外に吐き出す術がないのであります。先ごろ私たちが尊敬する尾花沢市名誉市民称号を贈られた故伊藤五郎先生は、昭和13年春衆議院の議決を経て全国小学校臨制度を創設されましたが、先生の生まれ故郷であります山形県内にはその趣旨に沿って植林された学校林は現在49箇所現存していると言います。果たして全国には何箇所あるのか早急に調査し、今後世界の小学校林制度を発足させるための基礎資料としたいのであります。人間の直接関節に吐き出す炭酸ガスが樹木などの吸収する能力を超えると、大気組成が狂い始め、青い地球は人類が誕生する以前の灰色の天体に変わってしまう恐れがあります。砂漠の緑化と叫ばれるゆえんでもありますが、私たちは決闘以来地球緑化を重要課題として提唱しているので、国民の皆様のご協力を求める次第であります。私は候補者の一人として国民の皆様のご期待に沿うよう胸に秘めて活動する覚悟であります。どうか環境党と書いてご投票ください。ご清聴ありがとうございました。環境党の政見放送でした。